社交辞令を許さない。柳村さん、今日本当お世話になりました。小島さん、どうもありがとうございました。もう今回ね、いいプレゼン大成功でしたよ。いや、僕も本当にやってよかったです。本当あなたのおかげです。ありがとうございます。今度飲みに行きましょうか。いいですね。じゃあ、連絡しますから。はい。はい、それじゃあ、どうも、はい、失礼します。待てよいつだよいつ飲みに行くんだよ。あ、じゃあ、明日にでも。明日だな。ねえで待ってっからな。携帯電話でずっと待ってるから。わかりました、わかりました。社交辞令を許さない。そうか、田舎帰っちゃうんだ。そろそろさ、親の面倒見なきゃいけないって言われてんだよ。そうか。うん、でも新潟は新幹線で2時間だ、すぐだから、うん、あ、今度遊びに行くよ。おいでよ。いい？いいよ。あ、じゃあ今度遊び行くから。じゃあ元気でな。あ、待てよ。何？いつ来るんだよ。じゃあ春休みにでも。春休み長いぞ。春休みは長い。早春か真ん中とかあったほうがどこら辺のあるなんだよ。じゃあこっちも用意ってもかもう電車発車しちゃうよ。電車トゥットゥルって言ってるから、その片足だけ、片足だけ良くないな。分かった、散髪してこいよ。早春の頃に社交辞令を許さない3。いや、ありがとうございました、はい、また何かありましたらよろしくお願いいたします。何かって何なんだよ。何かって何だよ。出してくれよここに。うざい、この人うざい。タクシードライバー、あ、すいません、はい、あ、すいません、はい、あ、乗ります、はい、お願いします。はい、どちらまで？あの外苑西通りから目黒通り行って目黒の駅の方にお願いです。はい。あの、ちょっと私、初めてなもんで、ね、ちょっと道順が分かんないんですよ。あ、そう。できたら教えてもらえますか？あ、分かる。私教えますから。はい。じゃあ行きましょう。はい。はい、じゃ行きます。あそこ信号ありますよね。はい。え、その信号を右に曲がって。どの信号ですか？いや、その信号です。え、あ、どの？あの目の前の。ああ、これ。だからこれです。え、いや、ここの。あ、これこれ。この目の。あ。まあまあ、しょうがない。初めてのもんです。初めて。茨城から出てきたんで。あ、急に訛ったんです。すみません、あ、次の信号ね、あれ右曲がってまた戻ります。はい、あれを右に曲がって、まずまず、はい、どうしますか。それです。え、どうしますか。だからこれだ。これあ、だからこれ、あ、この信号、だからこれだからこの信号。送らないでください。送らないでくださいって。ほんまにます。あ、これ高速アルプス登りますか。登りませんよ。そうですよね。目黒近いですから。ね、下の道行ってください。ああ、登ってる。登っちゃった。ちょっと運転手さん、運転手さん、ちょっと ETC 専用レーンに来ましたけど、ここどうなんでしょうかね。大丈夫ですか。大丈夫じゃない。大丈夫。じゃあ右行った方がいい。ETC じゃないなら右行った方がいい。やってみたい。バーが転がって。バーが転がって。おい、前の車どけよ、お前。邪魔だ。こっちは目黒に行くんだよ。集中運転に。ちょっと100キロ出てます。100キロ出てますよ。寝ないで集中。オズマ見ちゃったもんね。オズマ紅白の話してる。あれびっくりした。あれそんなのんきに話してる場合じゃないんですよ。びっくり、これ出てるから。いいでしょ、そんな話は。川崎インターありますよね。川崎インター、あれを左置いてください。引っ返してくださいよ。川崎、これだっつってんだよ。これだっつって。ありがとうございました。シードなしで準決勝までやってきた実力のクールな2人、父さんのトップ Here we go。 いや、誰かと思えば君じゃないか。いや、誰かと思えば君じゃないか。おや、思いっきり奥歯を噛みしめてるけど、どうかしたの？やっぱりわかる。実は最近どうにも日本語が乱れていると思うんだよ。ほう。
例えばテレビの刑事ドラマで刑事さんが犯人を取り調べるときに使う言葉、吐け、吐くんだ。そう言われてもすぐには吐けないよね。言われてみればむちゃくちゃな言葉だよね。この場合刑事さんは犯人に早く吐いてほしいわけだから、これは正確に言うともっと飲んだら。それなら気楽に吐けるよね。それ以上に怪しいのが、もうこれ以上バカな真似はやめろ。誰も何かの真似をしているわけじゃないからね。真似をしてないってことは実際にバカなわけだから、正確に言うとお前バカ丸出し。それ以上におかしいなと思うのは、最後の方で刑事さんが言う言葉、そろそろ年貢の納め時だ。いつの時代の話をしてるんだろうね。今時年貢を納めている人なんて会ったことないしね。正確に言うと住民税払った。それよりさらにおかしいなと思うのが、最後の方で刑事さんが言う寝言は寝てから言え。おかしいよね。確かに起きた状態で寝言を言っている人なんていないしね。ということは寝言を聞きたいんだから、正確に言うとおやすみ。じゃあ実際に正しい日本語で取り調べをしてみよう。そうしよう。もっと飲んだら。お前バカ丸出し。住民税払った。おやすみ。もしかしたら何も調べられないかもしれないね。しかし正しい日本語を守ることはできたね。それじゃまた。ボーイズに投票される方は0180-000-771番、父さんのコップに投票される方は0180-000-772番に電話してください。勝った方がホワイティと決勝で激突だ。ブラビ緊急速報。クレーニングオークション結果発表。やっ、ちょっと兄貴、はい、結果発表の前に僕も投票していいんですよね。あれ、いや本当欲しいんですよこれマジで。欲しいの？私も欲しい。ビビも欲しいの？なんで知らない間に売りに出されてんのかな。クリスタルなんかでもこれたくさん作った方が売れるっつんだよこれ。バカだな。俺は買わないよ。どこがいいの？なんで？これちなみに1体いくらしたか、作るのに生産費いくら？50万円。安い。安い。ナンフィ、はい、もう負けたんだから父さんのコップに。ちょっと待ってよ。さあ書いた。僕はいりません。3人の顔が一緒じゃないから。3万5000円か。アマゾンは3万5000円で入札。最初はまたアマゾンから。あ、俺のからですか。うわマジで欲しいなこれ。あ、3万あった。危ねえ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 。3万5000円。俺だ。ダメ、1万もいらない。うわ3万7円。危ねえ。お出来。あ、出た5万円。あ、え、105円。年齢12歳、歌手千秋。千秋見に来てやろう。そこでブラビ店の様子を撮影した VTR を見てみると、見たことのある人影がいたような。ん、千秋か。そこで別のカメラもチェックしてみた。やっぱり千秋だった。
ということで、私アマザンの人形はですね、草加市の今村夏子さん22歳の職業漫画家の方ということで10万円おめでとうございます。それでは私の七味蔵、はいよ、誰が、神奈川県の高橋みゆきちゃん、おめでとう、22歳10万5000円でどうだ、どうだ。続いてリリアン人形の開票。ああ、何、兄貴どうした、福井市24万3000円、28歳会社員古山明則24万3000円でどうだ。おめでとうございます、ありがとうございます。明則君、このブラビ店、うん、ね、入場してくださってありがとうございます。本当にありがとうございました。